はい、ピースケです。作スペやっていきたいと思います。今日も納金の今度は野手の方ですね。野手あんまり俺デッキないかなと思って見たんですけど、見たら、まあ、デッキこんな感じになってます。なんかあれですね、内野だったらなんか同種で見てもらえるみたいで、全員内野手で固めてやってみました。内野手5人のビビですね。で、毎4になっちゃうんで、こっちも俺の出来だと。まあ、ニアビーがレベル上げれればって思ったんですけど、ちょっと上げれなかったんで、こんな感じでやっていきたいと思います。まあ、メジャーキャラで、まあ、これで179%の特攻ですね。とりあえず、まあ、電池がしっかりもらえて、まあ、脳みとかも使えたので、そうですね。まあ、うまいことやっていけたらなと思っております。はい。というわけで、まずはコツ集めですね。一緒です。うわ、めっちゃもらえるな。筋力めっちゃもらっちゃった。で、普通に特攻3のキャラを3人、4人。あれですね。ノーミ、ビビ、一条。で、ギブソン。が、うん、あれか、野手で使えるやつは大津まみちゃん以外はみんな持ってることになるので、これとあとメジャーキャラで、メジャーキャラのタイガーですね、で合わせていくような感じです。うわ、ばらけてる。あれ、俺何アイテム、アイテム効果、まあ、友達散布でもよかったのかと思ったんですけど、ちょっとまああんまり持ってないっていうところで仕方なくですね。まあ、なのでデートは確実に間に合うんじゃないかなって思っております。ふんふんふん、あんまりコツが来ないな。あとはどれだけ早く評価を上げてトップに持っていけるかっていうところですね。おー、タイガー、タイガーあんまり分かんないぞ。ん、あれ置いていた。タイガくんは、ああ、なるほどなるほど、ああでもチームメイト評価全員が上がるんだ、こっちだと。うーん、難しいな。でも経験点はこっちの方がいい。経験点取りますか。ちょっと 11% ぐらいは成功してほしいぞ。マジか、多分悪いやつだ。これはメールのイベントですね。これはおとなしく回復を、めちゃくちゃ回復するな。やる気をどっかで回復したいな。足バクぐらいだったら全然なんとかなると思いますが、ビビを追うか。ビビを追えばやる気回復するしね。オッケー、よし、もう告白 OK かな、もしかして OK だな。うーん、じゃあ評価上げ、筋力ボーナスがやばい、ありがてえで、こっちも分かんねえぞ。
ああ、これギブソンね。ギブソンでちゃんと拾ってくれるやつだ、これ。こっち行ったぞ。もう走塁が揃ってんのか。どうせなら集まってくれ。つまらないか。コツが全然来ないな。ノーミカありがとう。誰も来てない、やばい。よし、とりあえず威圧感ね、これ成功してほしいな。さあどうなるか。これはコツを追っていこう。やっぱ筋力が入るな。ありがとう。脳みが走ってる。お前も走ってるな。あなたの SR をどんだけ手に入れたか、私は。どうせなら PSR も出てくれればいいのにっていうぐらい出ましたよ、本当に。ういさあさあ、評価がね、やる気回復。もう早っ。あーでも失敗か。まだコツ1個も取ってないのに21個だ、すげえな。やっぱ評価優先でいこう、今は。けど告白が来ない。あ、これ失敗したらやばいぞ。ああまあまあいいか、一応確定だから。うーん、怪我が怖い、怪我が怖い。こっち行きたい。行け行け。くれねんかい。脳みばっか来るな。こちら。ちょっとそろそろビビ来て。ギブソンだけかな。ちょこちょこ取ってこう。あ、違う違う違う。これ取っていいか。これは無理。やっぱこっちの方がコツ多いからやりやすいのかな。
内容的にはとは思いますね。なんか普通か。よし休もう。うー来て。あ来た。オッケー。告白大事件。ダメだよ。お。よっしゃー。花のタック。ああまあそれ行くならコツと評価上げ行った方が美味しい気がするな。パワーコツでもいいよ。おパワーヒッケー。まあ、多分パワーヒとアビヒは確実に取れるんじゃないかなっていう感じですね。お守備守備さん狙ってこう。初回し。いや、こんだけ電池あったらガンガンいけるな。さあ、守備速いけるね。来い。ちょっと頼むよ。おいおい。おいおい。幸先悪い。おいおい。よし。危ない危ない。だいぶ使ったぞ、でも。こんだけのために。誰？北斗。おでんくんだ。よいしょ。いいよ。いいよ、全部同じ打球。全部スクリュー。あ、ミスった。打たなくていいやつだ。エクスプロージョン。お願いします。成功して。これ成功とかないかな。めっちゃ経験値入る。ここはこっちでいいかな。こっちか。偉大な父。さあ、よし勝ったぞ。いいコツちょうだい。あーおー。偉大な父。おめっちゃ回復した。いいね。
技術が超きてる。いい話だ。よし頼むぞ。おお。おお。なし。これはデートだな。で、取れるものは取ろう。カワヒ、あんま何も来てないんだよ。来ないやつ。この辺を取っていい？こんなもんかな。リベンジ。こういう地元よいしょ。コツ。あ、そっちか。あの50入るのは大きい。どうだ。成功。よっしゃー。なんだこれ、デジャブか。コツ。またか。おねの評価が上がった。なんか回すタイミングねえな。タイガとギブソン。くれ。オッケー、アベヒー。練習来てくれ、あとは。おーおーおお、これは行くべきだな。マジ？あ、でも3人だ。3人ならこの自然の2人を行った方がいいような気がする。うん、そうだな、自然の2人を行こう。5個揃ってたし。これはどっちがいいんだっけ。これ未だによく分かんないんだよね。経験点いい方がいいよな。バレたい。まあ体力次第か。やっぱちょっとだけだな。鬼回復する。で？特に何も来てないから、ここか。足が痛い。よっしゃー。あ、パーコツ来た。もう一回ぐらい来てほしいな。
これは俺が打席に立つの確か。で、あ、ここでいいな。あらら。よいしょ。伸びヒア取っちゃおう。ボールも取れるかな。ボール持ってないよね。ボールだし。ボール持ってないね。取っていいやつ。あとは高額欲しいな。満塁サヨナラは来るんだよな。ギブソンちゃんが。よし。精神か足りないのは筋力と。よいしょ、いった、勝利。よいしょ。電池はめっちゃ溜まってんだけどな。使うタイミングがまだない。これで監督評価かな。精神あたり行ってくんないかな。来ない。デート、いやーこれ完全こっちだな。打撃か、こっちちょうだい。あ、違う。タイガ、これどっちだっけ。あ、これはどっちでもいいんだ。あ、でも筋力精神だから上だな。オーケー。なんか来てろ。あ、来ねえな。てかギブソン全然コツくれない。成功して、これはどうなの。あー、失敗だ。え、失敗、失敗なんだこれ。何が成功なのかよくわかんない。失敗したか。でも内野安打取っちゃおうか。デーツ、タックが来ない。3人来ればどんどん呼んでいきたいんですけどね。
さあ、うん、全然来ないな。固め打ち。やめてやめてやめて、やる気がほんと全然来ない。やる気返してしまおう。あ、やめてやめて、マジかよ。これ呼びたかったな。あ、精神、え、マジで。ちょっと予定変更。メンタル。なんで来ない。来た。辛いわ。うわ、運がないこの回。全然タック来ないじゃん。精神とかで呼びたいんだけどな、結構。いっか。いやー、ラストチャンスだな。あー、これやる気上がんねえか。アクセ、デートしよう。やる気を回復してほしい。これ勝てなくない？うわー、2つ失敗。チャンス欲しいな。もう来てる金属もなんか経験点的に無理な感じだな。行こう、筋力。おお、来た。どうすんなら、もうちょい呼ぶか。よし、鉄が来ての川紐来る。サンキュー。
メンタル1人か。あとなんか来てたような気がする。取ったのか。どうしよっかな。これ行くか、これ行くか。なんか来い。おっしゃー、体力痛いけど2人だ。うー、どっちがいいんだろうこれ。あ、でも2人2人だ。2人2人ならこっちだな。精神来い、精神来ないか。次3人出し、いけない。よし、日々完走。やる気回復して。いやー、全然ダメだな。ここで合宿を呼ぶっていう手もある。チビと打撃。シリ、よし。でメンタル練して、いやー最後来て。お前じゃないよ来てって。おお、減るのが多い。全然ダメだな。じゃあ精神に呼んでいこうかな。チャンスが欲しい。全然来ない。チャンスが欲しい。あと1個、リビ。違う違う、どうせ最後だから。来い。来ねえのか。来た、ビビ。ビビ、お前は来ねえのかい。はい、ラブパ。さてさて、これで回復でも狙うか。来ねえ来ねえ。うん、どうなんだろうこの後。広角は取りたいなぁ。これ、精神がやばいわ。これは取れるでしょ。精神がやばいな。
メンタルきてる。何それ、メルセンヌ素数。しやす。あれ、ノーミで守備 C 上っていうのあったような気がするな。とりあえず打つ。普通に電池余ったもんな。そう。こっちは野手だから、あ、やばい。だいぶ試合は楽だけど、あーとか言ってミスるやつ。くー、やばい。10点ずつ損したから40点ぐらいか損した。あー、ラブパワーの早いよ。まあ、ノーミーコースだったら。もう経験点勝負ですからね。タックを踏んでこう、もう。どっちかは取れるな。逆境を取るべきだったかな、どっかで。お待たせ。共に絆を。さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました。第2球投げた、打ちました。あー、ダメだ。どうだ、ヒット。ブレインマッスル、まずは同点で迎える。バッターは宮田、投げた、初球を打った、1・2塁間の打球、ブレインマッスル勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー1塁3塁という打った、強い当たり、入れば勝ち越した。打球はそのまま伸びていく、危ねえ、強烈、いった。ブレインマッスルリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で、あ、初球から打ってアウト。ブレインマスリードで迎える8回です。今日4打点宮田、スリーベースヒット打ちました。初球打ちヒットになります。宮田ツーベースヒット、一応満点かな。一応か、 OK。さあ、何のコツ。タイガとノーミ、あー、逆くれるわ、ノーミだな。逆境が欲しいから、なんだっけ、チャンメ以外イブシを消せばいいのか。あ、結構精神精神やめとこう。あとは運来い。うわ、そっち来た。もう一回来た。
それさすがに逆曲でしょ。おっしゃー、ランナー頼みます。リードで迎える3回です。先ほどこれはランナーお願いします。ブレインバスリードで迎える5回です。やべくん、やっぱね、速球派はいいね。ブレインバスリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で宮田打ちづらい。あなた今日4打点を挙げています。投げました、きた、いったー、入った。いいね、何が来てる、どこがいいんだろう。55、ここだな。いやー、広角を取れないかもな。広角打方が来てないから。お待たせ。ワンアウトランナー一塁という場面で宮田、一塁ランナー出た。危ない球、ボールを。やべ、走る。ボール成功。オッケー。パワーヒは絶大。ブレインバスリードで迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で宮田、矢部くん出るね、なんか一塁牽制、タッチはセーフ、投げました、外れた。矢部くんがかき乱してる。5球は3球目、投げました、危ない球。矢部くんがかき乱してる。第4球を投げました、直球空振り、少し迷ったか。ファボールなし、頼む。投げた、空振り、低めのボール球にバットが出てしまいました。投げた、結局外れてフォアボール。全然一球も入らないでこいつ。ブレインバス、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番、わ、いいとこ投げんな。第2球投げた、これをカウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、スプリットは4、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、あ、まあまあまあ、打ちました、取りました、スプリットかと思った。ブレインバスリードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、ああ早い、打ちました。第2球打ちました、スプリッツ、行った、あぶねー。ブレイク、クッくっく、満点ではなさそうな感じだったな今。ラスト、いや体力が、大西、どうしよう、なんか取りたい、これだけ取ろう。うん、あとは最後に任せる。
ブレインマス、追う展開で迎える1回です。ツーアウトランナーなしという場面で宮田、初球を打ちました。カイドウやばいわ、やっぱ。差し込まれた。行くぞ。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは宮田。第1打席はセンターフライに倒れています。ストレート、ストレート。第2球。ランナー貯めて。先ほどホームランを放った宮田。おじゃ、ああ早かったか。ファール。第2球。投げました。あの。空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打った。ぐんと左中間へ上がっている。もう一回頼む。あ、どうで、オッケー。ブレインマス勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で宮田。ライトスタンドから大きな歓声が聞こえます。投げました。見送ってボール。バッターよく見ました。カウンター2ボールノーストライク。投げました。よいしょ。いったー。やった。勝った。ブレイン。やっぱ野手の方がいいな。全然経験って違うもんな、最後に入る。いいか。さあ、何点入んだろう。90か。これで PSR 50とか借りれたら熱いな、かなり。何点。うん、まあでもこんなもんか。あんま来てないもんね、やっぱ。なんだっけ、あげれね。じゃあ普通にパワーとか言おうかな。パワー A まであげるともうダメなの。うん。まあいいや。印象余る。 B だとどうなの。あー、そんな感じ。ちょっと足んないみたいな。そんな感じか。まあいいや。 S3いらない。まあ、こんなもんっすね。はい、というわけで、まあ意外と野手の方が特攻いい感じっていうのが分かったので、こっちもやっていこう、両方やろうっていうことで、今回これで終わりたいと思います。はい、チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。はい、それでは皆さん、ピースの一日をありがとうございました。